time it took you to take your seat. 3.5 minutes. Time it took you to tune in. 2.3 seconds. Time it takes them. Let's meet the players. To become world champion. Whirlpool champion of the world! 9 days. スポーツ祭 ESPN がお送りするビリヤード、今回は2003年のワールドプールチャンピオンシップ大会2日目の模様をお送りしてまいります。このゲームの解説はおなじみ98年の世界チャンピオン高橋邦彦プロです。高橋プロ、今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご存知の方も多いかと思いますが、まず最初はグループ内でのリーグ戦総当たり戦で5ゲーム先取りの1セットマッチを戦います。そしてその後はノックアウト方式の決勝トーナメントに移っていきます。大会の2日目、ご覧のような対戦カードが並んでいます。まずこれからお伝えするのがフィリピンのフランシスコ・ブスタマンテ対オーストラリアのフィル・レイリーの対戦です。まあ、ブスタマンテ対レイリー、どうなんでしょう、世界的な名前の格などからするとブスタマンテの方に分がありそうなんですが。そうですね、もうほぼブスタマンテが勝つでしょうっていうようなゲームですけどもね。やっぱりブスタマンテは、はい、まあ、この大会でも優勝候補挙げられる一人ですよね。そうですね、ただやっぱり予選の場合は5セット先取りなんで、まあ、その辺だけでしょうけどもね。はい、立ち上がりのゲームです。ブレイクショットはこのオーストラリアのフィルネリリー。これ9番の脇は抜けそうですね。はい、もう問題ないですね。はい、まあ、それ以降の配置もややばらけ加減なんですが、はい、いけそうですか。そうですね、この3番が少し難しくなったんですけども、まあ、3番4番を取るともうほぼっていうような配置ですね。はい、はい、うん、これで4番をコーナーに取るわけですね。そうですね、ちょっと今の3番は危なかったですけどもね。おまあ、ギリギリいっぱい厚い目に入ったんですけども、はい、もうショット自体は良くないですね。ですか。はい、ヘッドアップしてましたし、はい、まあ、立ち上がりのゲーム、そのあたりまだちょっとこう馴染んでないところがあるかもしれません。そうですね、まして相手がブスタマンテとなるとやっぱり緊張も倍ぐらいはするでしょうからね。はい、おっと、こういう落とし方で良かったんですか。いや違います、もう普通に狙ってで、あのなっちゃったんですか。はい、いやー、このレベルではなかなかちょっと見られないですよね。そうですね、今の9番に当たったおかげで9番が7と8の方に行きましたよね。はい、ちょっと単純にはい、だいぶずれてるってことでしょ。そうですね、これで5番を入れた後7番で9番を狙うコンビネーションで狙わないといけなくなりましたから。はい、配置的には簡単ではないですよね。7番と手玉はこれだけの距離があります。そしてまっすぐではありません、若干の振りがついています。これはただもうコンビネーションで狙っちゃった方がその他の選択肢より楽なわけですよね。いや、この配置でしたら軽くついて9番を狙わずに手玉を8番に隠すっていうセーフティーもすごくいいと思いますけどもね。そうですか。はい、さあどうでしょう、そのあたり
これはナイスですね。こういうことですね、はいはい、一応あの9番もおそらくは狙ってるんですけども、まあ、9番ですから入ったとしても7番に隠れてても問題はないわけじゃないですか。そうですね、はい、うん、プラスあのセーフティーも兼ねていってますので、はい、まあ、今のは一番いい判断だったと思います。あ、これでもうフリーボールもらったわけですね。はい、あのブスタマンテ選手はあの行為ファールでわざとファールで7番を難しくしに行ったんじゃないですかね。もうそれもまた一つの手ですよね、はい、そうですね、あの先ほどの条件であのクッションをつくのか、もう1回待ってみるのかの判断ですよね。ここでもっと厳しくなる可能性もあれば、はい、もう少し楽になる可能性もあるわけですよね。これ決まったんじゃないですか。決まりましたけども、これでしたらブスタマンテ選手もクッションからあのセーフティーに行きやすいですよね。先ほどの配置よりかはこれでしたらあの難しいボールを返すことができそうなんで、はい、条件的にはこれで行った方がブスタマンテ的には得だったと思いますけども。なるほど、かなり思い切って続いてきました。おっと、これはラッキーでしたと申し上げましたけれども、はい、いけますよね、8番ね、はい、十分いけますよね、はい、かー、まあ、こうなると、はい、やっぱり先ほどのレイリーの4番、はい、ちょっと悔いが残りますね。そうですね、もう配置的には問題なかったですから、続いてこれは第2ゲームの途中です。あっと、これどうですか。ちょっと際どいですね、6番が少し被ってるかもしれないですけどね。思ったより手玉が走ってしまったんですか。そうですね、今のはもう入れるとこれぐらいは動いてしまいますので、あ、まあ、ちょっと1番を入れるだけでもまあまあ難しかったですから、はい、うん、問題はこの3番ですね。手玉にかなりひねりを加えてるんですね。そうですね、3番をコーナーに取って4番は名前です。はい、あとは8番をうまく取れるかどうかですね。はい、はい、手前か向こう側のコーナーポケットですよね。そうですね、まあ、先ほど高橋プロおっしゃいましたけども、はい、名前の格から言うとブスタマンテなんですけれども、はい、5点先取りのワンセットですから、はい、まあ、短期決戦レイリーにも十分チャンスはあるんですよね。そうですね、6番をコーナーにとって7番はどの穴でもいいんですか。そうですね、やっぱり8番にポジションしやすいような角度をつけることが一番大事ですね。これがレールにひっついたりするとちょっと厳しくなるんですけどね。これでサイドポケットですか。そうですね、ただもうここが一番大事なんですよね。7番から8番へのポジションやっぱきっちり出さないと難しくなりますね。はい、7番を取った後、これなら8番いける角度なんですが、やっぱりもう少し近づけたかったですね。ここ、意外とあの8番って難しいんですよね。この8番ですか。サイド、はい、サイドの、あの角が気になったりするんで。あー、なるほど、はい、これでちょっと手玉のコースが分からなくなる可能性もあります。あー、外した。しかしかー、これがありますか。ただ9番、はい、簡単じゃないですね。これカットでコーナー狙いますか。はい、どちらでも狙えるんですけども、まあ多分イメージの違法を狙うと思いますけどもね。はい、はい、お、
左下のコーナーですかね。そうですね。取れません。はい、その前の8番と、はい、今のカットの9番だったら、はい、難易度としてはやっぱり8番の方が上なんですか。もうどちらもよく似たぐらい、まあ、難しいんですけども、どちらも絶対に入れないといけないショットですか。はい、ショットですね。はい、いやこの2ゲームレイリーにとってはちょっと痛い展開になりました。第3ゲームです。はい、がブスタマンテですし、ただでさえやっぱりミス一つのミスでもう負けてしまうような相手なんで、もう2回ミスしてるじゃないですか。そうですね。はい、やっぱ厳しくなりますよね。はい、はい、セーフティー決まっています。いやこれセーフティー難しそうですね。そうです ね、はい、どうしますか。最初のクッションはこれ右側のターンクッションですか。はい、もう右側のターンクッションからワンクッションで狙うのが一番当たる確率は高いと思いますね。はい、ただご覧のように4番がくっついていますので、もうそれだけでも相当打ちづらい格好です。もう今のはわざとファールで3番と4番をくっつけにいったんですよね。まあ、セーフ厳しいですから、まあ、今のが一番妥当だとは思いますけども。濃いファールね。はい、はい、ただその1番からの次のボールですからね、3番は。まあブスタバルテにとってはそれほど難しいのを残してくれたなっていう感じじゃないわけですね。まあ、次の次のボールとかですと厳しいですけども、今手玉フリーボールからですから、はい、もう3番のポジション出しやすいように角度を自分でつけれますからね。そうですよね。はい、高橋プロもゲーム中に相手にセーフティーをされて、はい、これはいかん、まあ、じゃあコイファールでちょっと嫌な形残しておくかっていうことはしばしばやりますか。はい、それはもう当然よくありますね。あ、そうですか。はい、まあ、フリーボールからのこの展開それほど苦しむ場面もありませんでした。フランシスコ・ブスタマンテこの9番取って3点目です。このまま一気に突っ走る可能性も十分です。クッション際の1番おっとこれはどうでしょうか。2番かぶってるのかどうか。ちょっといけそうにないですね。ええ、はい、まあ、相手のレベルもだいたい分かって3対0ですから、ちょっと今思い切っていったんじゃないですかね。これもうまだ4ゲーム目なんですが、はい、大体もう分かっちゃいました。そうですね、まあ、まず安心だろうっていうのはブスタマンテにはあるんじゃないですか。そうですか。はい、おっとこれもコイファールですか。そうですね、8番を3番の方に、9番がポケットの前に来たのはもう大誤算。はい、そうですね。はい、はい、大失敗ですね。これはもう、はい、どうします。これで一気に行くんですか。はい、もう手玉でおそらく狙ってますね。あ、そうですか。難なく入れました。さあこれで反撃のきっかけになるんでしょうか。オーストラリアのフィル・レリーです。9番がこのポジションに止まるとはブスタマンテも思わなかったはずです。迎えた第5ゲームです。残った、残りはしましたが、この後の配置それを含めた展開どうでしょう。そうですね、まあ、
厳しいのは厳しいですね。はい、おお、これも入れた。そして手玉残った。いやー、すごいショット、2本連続。そうですね、ある意味ちょっと神がかり的じゃないですか。そうですね、まあ、ショット入れただけでも今のはすごいショットですけどもね、はい、バンクショット、5番が滑って入ります。こういう時プレイヤーどんな感じですかね、はい、そうですね、俺はいけてるって思うんですかね。いや、いけてるとは思わないでしょうけど、まあ、ただのラッキーですからね。いやでもラッキーもこれだけつながると、いやまあ先ほどの4番はラッキーではないですから、はいはい、まあ半分ラッキーみたいなもんですけどもね。でもあれ4番の時もですね、はい、コーナーポケットのところで手玉がぐるぐると回転してたおかげで穴に吸い込まれなかったっていうような、そんな感じでしたよね。いや、ああいうポケットの前の時は回転してる方がスクラッチしやすいんですよね。そうですか。落ちやすいんですよね。あ、まあ、回転する方向にもよるんですけども、まあ、そりゃそうですよね、はい、まあでも4番はすごくよく入れてますよね、本当に、はい、はい、その前のカラクッションからの2番へのショットも簡単じゃないでしょう、あれ。難しくもないんですけどもね。そうですか、はい、いやでも9番こんな形を残してしまいました。いや、これブスター満点取られるとまたショック大きいですね、はい。っていうかもう あまりそのナインボールとかあんまりやったことないんじゃないですかね、わからないですけども、はい、いや、プレー見てるとそういう気がしますね。そうですか、はい、もしかするとオーストラリアですよね。そうです、スヌーカーの選手かもしれないですね。お、残りました。あー、ブスタマンテ、これも紙一重のところで残りました。結局4点目はこのブスタマンテです。バンクショット成功した後、いや、ほとんど半分ぐらい覗いています。そうですね、うん、後がなくなりました。レリーです。そうですね、フィル・レリーはオーストラリアのスヌーカーのチャンピオンにかつてなってますね。あ、そうなんですか、ただですね、はい、ナインボールの方も、はい、この2003年のオーストラリアナインボールチャンピオンシップっていうタイトルを取ってますね、はい。あ、そうなんですか。オーストラリア、はい、1人だけまあ、スヌーカーもつくポケットのプレイヤーがいるんですけどもね、ここで試合終了です。んー、まあ、この結果についてはブスタマンテ順当勝ちということになるんでしょうかね。そうですね、ブスタマンテ相手に最初の2回のミスっていうのはもうすごく大きいですね、本当に、はい。まあ、ただかなりこうね、見せ場という意味では十分に場内の観客を沸かしてくれたかなと。そうですね、そういった場面もありました、はい。ご覧いただきましたように5対2ブスタマンテがレイリーを破りました。それではお知らせに引き続き、今度はパグライアン対ウォーズの対戦、こちらをご覧いただきます。